殿、よくぞよくぞおいでになった。お前は古老かな。そう、新光大、新光大にございます。我が策を入れてくださったこと嬉しく思いますぞ。ふん、曹操の手下が俺を招き入れるとはな。手下とはこれまた。曹操など董卓の暗殺もまともにできない男、あれでは天下などとてもとても。呂布殿が、呂布殿こそが天下をつかむお方、ゆえに私はこの地をもってあなたに堂々したいのです。ふん、さあここ牧羊より歩み始めましょう。頂点への道、天下への道。新旧、お前腹の底では何を考えている？これはまたズバリときましたな。そこも何も、今の我々の姿が全てかと。飛翔が天下に一生、ああかっこいいな。飛翔な俺たちはついていくだけで精一杯。世の中雑魚には厳しいよな。新旧か、食えない奴のようだが、まあいい。この牧羊が俺の天下への第一歩だ。出るぞ、門を開け。曹操の軍を蹴散らし、牧羊を奪うぞ。者ども、俺に続け。さてさて、つまらぬ、今回が帰ってくるまでが勝負。さっきに牧羊城、天井を落としましょう。曹操がいようがいまいが関係ない。新旧、作戦はお前が立てる。この戦の勝利には老族の力、力が不可欠。ふん、長野郎、障害役をお願いできますかな。私はこの辺りの豪族に顔が利く。奴らを束ね、曹操の軍を押し潰そうぞ。最強の武を見せてやる。消えろ。これで勝ったと思うなよ。
の天井こそ真の三陸無双よ。